運慶会計物語第3話立ち上がれ慶派一門。ある時東大寺が戦に巻き込まれ、南大門、大仏殿、そして大仏様までもが焼け落ちてしまいました。運慶さんと会計さんはただ無力にその焼け落ちる様を見ることしかできませんでした。運慶さんは言いました。会計さん、この末法の世、仏さえその豪華に焼かれてしまった。私はこの先10年20年、いや100年1000年先の人々をも救えるような、ただ唯一の仏像を作りたい。会計さんは言いました。運慶さん、私もそのようなことを考えておりました。私はその美しさで戦を止められるような、そんな仏像を作りたい。そう誓った二人は日々来たるべき日に備えて、より一層自らの腕を磨いていきました。それから数年たち、焼失した東大寺の再建の話が持ち上がりました。その再建を任されたのが慶派でした。運慶さんは慶派の棟梁として会計さんにも声をかけ、その再建にあたりました。そして南大門に安置する金剛力士像制作を始めました。次回四苦八苦納期厳守だ69日。